はい、始まりました。はい、皆さんこんばんは。歌っているソプラノ歌手のみなです。あなたの心が歪んだらそっと寄り添い痛みの癒やすくすれてあの歌を心歌と呼んでいます。ラジオを通して心が楽しくて痛みを伝えられますように。今日も静岡県松崎町にある稲下神社から今日の話題のコーヒーの魔法をお届けしています。夏目状態のところと放送客の皆さん、本日のゲストはリーダーのリヤマトモミさんです。それではご紹介いたします。はい、トモミさん、こんばんは。はい、こんばんは。今夜も、はい、お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、流しますけども、すいません、オープニングがなんか電波が乱れていて、うん、なかったんですけど、うん、はい、流していきたいと思います。はい、お願いします。新人ゴイツヒーラーということでね、トモミさんいらしていただいてますけれども、簡単に自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。はい、最近毎月ですね、お邪魔をさせていただいております、新人合一ヒーラーで宇宙巫女と呼ばれています古山智美、智美と申します。よろしくお願いします。私はですね、自宅は静岡県の、真ん中のあたりの藤枝市っていうところにありまして、あとはですね、その静岡と、それと東京の方にもね、拠点がありましてですね、二拠点生活をさせていただいております。で、何をやっているかっていうと、ヒーリングの、セッションをやらせていただいたりとか、ヒーリングのスクールをやらせていただいているんですね。で、それも、宇宙語を話しながらヒーリングをするっていう、ちょっと特殊なヒーリングをさせていただいているんですけれども、私、このヒーリングはですね、2014年にある日、スピリチュアル能力がゼロだと思ってたところに、突然声が聞こえるようになってしまいまして、で、その時にね、この新人合一のヒーラーになるっていうことはね、言われていたんですよ。で、そこから時が経まして、去年の、5月、6月ですね、からですね、宇宙語を話すようになったことをきっかけにですね、自分の感覚でヒーリングをスタートしました。で、最初のうちは毎日のように身近なね、方をヒーリングをさせてもらうっていう感じでやってたんですけれども、そうしたらすごく体験談がいっぱい出たんですよね。で、このヒーリングはすごいなっていうふうに思って、今はね、お仕事としてさせていただいているのと、このヒーリングを、ヒーリング始めたばかりの時に、もう伝授してくださいって聞こえてきました。それで、ヒーリングを、伝授するスクールもやらせていただいているっていう、そういう感じでございます。はい。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トモミンさん、きっと、ヒーリングされる方って、いろんな悩みを持っていらっしゃる方とかもいらっしゃると思うんですけど、例えば、今日今思ったのがね、困難を突破するとか、そういう、なんでクスって笑うんだか突破。そんなテーマで初めちょっと話していったらどうなのかなと思って。面白いですね。はい。それこそ、トモミンさんは最近いかがですか？いろんなことが。そうですね。困難を突破するって言えば、最近私本当におかげさまで、めっちゃ忙しい感じなの、すごくありがたいんですけれども、忙しくなりすぎちゃって、結構カオス状態になったんですよ。そうでしたか。はい。そうなんです。で、それでね、私ちょっとほっとくと本当にスケジュールがガーって埋まってっちゃうところがあるので。はい。それがな、困難かどうかよくわかんないんですけど。
本音かどうかわかんないんですけれども、結局ですね、その困難だと思っているもの、ことっていうのは、自分の頭の中で、これ以上行くと大変だぞ、みたいなものが無意識的にもあると思うんですよ。自分の枠っていうのがね、ここまでは OK。これを超えてくると NG みたいなものがあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、私もそうやって忙しくなると、やっぱり、こう疲れたりとか、やっぱりそういうふうに感じたりとかもしますしね。それでね、あと時間のこと、ちょっと不思議な話しますけど、はい、ありがとうございます。時間の概念っていうのがあるんです。で、これね、地球は地球の時間の概念っていうのがあるんですよ。で、でも宇宙は宇宙の時間の概念っていうのがあったりして、わかる？なんか、そう、時間っていうのは基本的に概念なんです。時間があるってなればあるんですよ。時間がないってなればないんですね、本当はね。そうなってくると。だから、地球では、地球のこの時間の軸っていうのがあって。でもこれが他の星では、この、時間の軸っていうのが全然違うんですよね。例えば地球で言えば1年を、向こうだとめちゃめちゃ長いとか、なんかそういう感じ、だったりとか、そういう感じで時間の概念っていうのもそこは地球には地球の概念っていうのがあるっていう、そういう感じなんですよ。で、私忙しかったので、自分の中の時間の考え方っていうか、そういうのをちょっと切り替えてみたんですね。忙しい忙しいって追われてると、やっぱり追われている現実がやってくるんですよ。それなので、そこをちょっと切り替えて、私には時間がたっぷりあるとかね、ゆとりがあるとか、そういうふうに思うように変えてみたんですよね。そしたらね、気持ちの余裕が全然変わってきてる。そうなんです。そういうふうに、実は、時間軸っていうのも、自分のその思い込みで変えることができるんです。なんか忙しいと本当にね、こう、心をなくすって書きますよね、忙しいっていう。まあそうですよね。それなので、まあ、いろいろこう、追われてしまうと、本当にここ、心をなくしてしまうというか、もう、この、なんていう、気持ちに余裕が持てなくなる。っていうのがあるので、同じスケジュールをこなすでも、そういうふうに、私には時間がたっぷりあるっていうふうに思いながら、そのスケジュールをこう、やっていくのと、全然変わってくるんですよね。そんなことがね、本当は皆さんできるんですよ。そう、思い込みの世界っていうのが現実化してくるよっていう、そういう感じですね。まあそういうこといっぱい他にもあるかもしれないですよね。ありますね。なんか今日もちょうど、今日はね、藤枝市で私はヒーリングのセッションやってきてたんですけど、そうですか。5人くらいね、やってきたんですけど、その数日前に私も時間の概念をこう変えてみたらですね、結構もうフルで、セッションが入ってたんですけど、ゆとり感が全然違いましたね。だから、何事もそうなんだけど、自分の頭の中で、例えば、私の人生はこういう人生ですっていうふうに、決めていると、その決めている枠の中にいるんですよね。
あのお金とかもそうなんですよ。私があの収入得られるのはだいたいこれくらいとか、私ってお金ないよねって思ってると、お金がない枠の中にあの存在しちゃうっていう、そういう感じなんですよね。うん、それなので、その、まあ、困難を突破する方法っていうことで、私はそこの考え方、思い込み、意識、そういったものを、切り替えていくっていうのは一つね、手なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だってあれですもんね、ともみんさん自体もすごいいろんな変革を経て今に至ってるんですもんね。あ、そうですね、そうですね。あ、もちろんね、その、道中いろいろ不安が出たりとか、そういうのもあるはあるんですよ。うん。それだけど、やっぱり、なんか、あの、落ち込んだりとかも普通にあるんですけどね。うん。うん、それだけど、やっぱりそこのとこ、私はね、そうだ、困難がある時って、これを超えたらめっちゃいいことがあるって思うようにしてるんですよ。あ、うん。もう先、その先を見る。うん。大体こう、なんか困難とか落ちるときって次上がるんですよ。うん。うんうん。上がる手前っていう感じ。うん。なので、私はなんか落ちたとき、あ、これをめっちゃ落ちてるから、次いいこと絶対あるなって思って、それで、うん、あの、ちょっとその、ちょっと先の未来を見るようにしてますね。へー。うん。歌いたくなっちゃった。ちょっと。ナンクルスサっていう歌があって。うんうんうん。まあ、この歌を歌いたくなっちゃったんで。いいですね。いいですね。どんどん入れてください。ちょっとなんか今日、フレキシブルな感じ。頭が緩い感じになってますけど。はい。これ、哲学家キキさんっていう方が、うん、あの作った歌なんですけど、うん、ちょっとキキさんからのメッセージをね流したいと思います。ちょっとお聞きください。太子さん、皆さんこんにちは。那覇より哲学家のキキ姉さんです。この曲のタイトルにもなっています。ナンクルスサというのは、私の祖母が教えてくれた、私が大好きで、そしていっぱい勇気をもらった内縄口の一つです。どうにかしようという、そんな言葉ですね。おそらく皆さんの中にはナンクルナイサという言葉の方が馴染みがあるんじゃないかなと思います。この言葉もまた奥深くて知られていない上の句があるんですよ。マクトゥーソーケーナンクルナイサ、これはナンクルナイサというとどうにかなるよという軽いタッチに思われることも多いんですけれども、実はこのマクトゥーソーケーというのがあくまでも私の解釈なんですけれども、全力を尽くしていけば、マクトゥというのはこう精神誠意やっていればあとはなんとかなるよ、そんな意味だと私は思っています。全力でやれるだけのことをやりきった人に最後に何か一言かけたいと思った時に選ぶ言葉がこのナンクルナイサなんだと思います。このナンクルナイサの前にあるのがきっとナンクルスサ。なんとかしよう、どうにかしてみよう、そしてそれをやりきった後にあとはナンクルナイサ、そんな未来が待っている、こんな流れなんじゃないかなと感じています。今だからこそ、もしかすると今しかない、そんな気持ちになるのかもしれません。今この曲が必要です。そう言ってくれた太子さんのおかげで一歩踏み出すことができました。ナンクルスサ、あなたの背中も押してくれますように。太子さん、皆さんありがとうございます。キキ姉さんでした。はい、じゃあ行ってみます。変えられないって頭じゃ分かっているけど
とうございました。はい。ともみんさん、アップ。はい。すごい。はい、でこれ、ね、ナートレスさっていうのは、そう、キキさんっていう哲学家の方がね、うんうんうん、作った歌なんですけど、うん、神社の神主さんも、この歌を聴いてくださったときに、うんうん、こう、なんだっけ、誠心誠意、ハンネさん何でしたっけ、天命を待つっていう言葉があるんです。何でも素直に行えば自然と導くものがあると思うんです、うん、聞こえました、うん、聞こえました、うん、ということでね、言ってくださって、なんかこう困難を突破するとかっていうお話にはぴったりじゃないかなと思ってね、うん、今ね、歌わせていただきました。そう、すごいよかった。でも本当に、自分でやれることはもちろんね、やるんだけど、うん、あとはね、お任せだったりとか、うん、自分自身でもどうにもできないなっていうふうになったときは、うん、諦めます、私。なるほど。うん。うん。諦めるっていうことをしますね。ね、そうすると、なんか不思議と周りから、こう、サポートが入ったりとか、するんでしょ。ってことは逆に、うん、諦めた方がうまくいったってことですね。ってことがあるってことですね。うん、ありますね。やりたいことができたってことですね。自分で、できるところまではやってみるんだけど、うん、いや、もうこれは限界とかね、なると、私はね、まあ、いっかーってなりますね。うん、でも、そういうことかもしれない、うん。あとはもうお任せするっていうことですよね。そうそうそう。あとはね、そう。あとね、なんか、結局、解決したいこと、うん。受けて、ちょっと取り組んでみても、あ、ちょっとこれは、今時点、どうにもなんないやと思ったら、うん、まあ、諦めるんですけれども、次の、なんていう、自分が夢中になってやりたいことに向かってやっていくっていうことをするんです。とりあえず置いといて、そっちに向かってやっていくっていうことをやっていくと、結局、自分のエネルギーの状態が良くなるので、自然にこっちのことも解決してたりとか、っていうこともよくあるんですよ。じゃあ、とにかく動き続けるというか、その、うん、こう、ある意味、こう、思考を止めないっていうか、次っていうことの次のステップに向かっていくっていうことでしょうか。うん、そうですね。私はね、基本的に、その自分自身のエネルギーとか波動の部分を上げていくっていうのをすごい大事にしているので、うん、もうここに取り組んでもなかなかちょっとニッチもサッチもいかないぞってなった時はちょっと切り替え、違うことをやり始めて、それで自分の状態が良くなっていくことで自然に解決してるっていうことはよくありますね。そういうのもあのかなっていうふうに。うん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 。それこそね、いろいろね、今お話聞いてますけど、トモミンさんが、に直接お会いするためには、どんなふうなことに、うん、直接ですか？はい、うん。ありがとうございます。直接か。な、うん、だろう。なんだろう。直接じゃなくてもいいんですけど、なんかこう、イベントだったりとか、皆さんにお知らせがあるかなと思って。そうだ、そうだ、そうだ。ね、今度ね、私、11月の6日の夜なんですけれども、はい、オンラインマルシェに参加させていただくんですね。うん、でね、そのオンラインマルシェは、13名の方が出展をされるんですけど、はい。はいね。それで皆さんそれぞれブースがオンライン上にあるんですよ。ええ。で、30分のなんかセミナーだったりとかセッションだったりとかそういったものをやるんですが、私は、宇宙語の一斉ヒーリングと、それと宇宙語レッスンっていう内容で、11月の6日の夜に、イベントに
出展をします。で、それは無料でご参加がいただけるので。へえ。なんですよ。ぜひ、ご登録して遊びに来ていただけたらいいなと思うんですが、はい、私も Facebook とかに情報が載っているんです。はいはい、今出してみたいと思います。今シェアをしてみたいと思います。ありがとうございます。すいません。なんか何も準備が。ともみさんです。あ、はい。ありがとうございます。はい。杉山ともみでね。そうですね。どこにあるかな。さっき慌ててあげて。でね、ありがとうございます。もっと知った、はい、で、あ、ライブ配信とかも時々やってますので。ね、やってらっしゃる。うん、で、ここですね。はい。はい。これで映りましたかね。うん。はい。写真が写ってますね。はい、写真写ってます。これ、うん、これですか ?11 月6日、参加無料のね。そう。このね、投稿のところに申し込みのリンクが貼ってあるんですよ。あ、なるほど。はい、じゃあ、はい、あれですね。もし興味がある方は、古山智美さんの Facebook を、はい、検索いただいて。検索いただいて、まあ、公開で、記事の方は出しているので、お申し込みは、はい、できますのでですね。まあ、ここにリンクがあるの。うん、そう。そこにリンクがあります。そこにね、リンクがあるので、そこからね、お申し込みいただけますので、はい。はい、ぜひですね、宇宙語レッスンっていうことで、ちょっとね、聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけれども、宇宙語っていうのは誰でもお話しすることができるんですね。で、宇宙語は思考、そうなんですよ。宇宙語は思考を介さないので、ダイレクトに、自分の内側の、音っていうか周波数、エネルギーをダイレクトに音に出すっていう、そういうものになってくるんですね。で、宇宙語話せるようになると、ご自身の浄化にも役立つのでですね、ぜひ、ちょっと宇宙語レッスンの方にね、遊びに来ていただけたらと思います。はい、トモミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、先ほどオープニングのさっきの可愛い松崎町の歌と今のナンクルスさを作ってくださったキキさんのね、ちょっと動画をね、一緒にね、見ていきたいと思います。天気の風穴を開けていこうっていうね、動画なんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。その後ね、カンヌさんにもね、少しお話をいただきたいなと思っています。これだ、行ってみたいと思います。あー、なんだか八方塞がり。そんな時に生まれたのが、この天気の風穴デザインでした。当時はデザインをするというような余裕は全くなくて、ただ、とにかく自分の人生に天気の風穴を開けたいと、一つ一つポンポンと目の前にある紙と川に穴を開けまくっていたのがきっかけだったんです。ピンチも悪くない。今だから言えること、あの時に私に伝えてあげたいことでした。だから君もきっと大丈夫。天気の風穴開きますように。出会ってくれてありがとう。はい、シェアいたしました。でですね、ともみさん、隣に座ってるのは神主さんです。神主さん、先日はありがとうございました。はい、お世話になりました。はい、お参りありがとうございました。貴重なお話とか貴重なね、経験させていただきました。本当感謝してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そう、今日ですね、ともみんさん、実は今回さっき、キキさんが風穴を開けてたと思うんですけど、そのキキさんとのコラボで、御朱印の風穴バージョンっていうのができたんですよ。すごい。ねえ、神主さんよかったらこれどんなものかっていうのをお話しいただけますか。キキさんが一枚一枚、はい、風穴を開けたがですよね。うん、これがね、神主さんのね、御朱印なんですけど、
あの普通の大きいとこだとみんな手書きじゃなくて印刷とかも多いみたいなんですけど、なんでさ一人一人心を込めて手書きされるんですよね。今書かせてもらいますけど、特にあのキキさんの開けた風穴の中に、あのイチョウの葉が3枚、三葉、三葉というのはあの南天の別名ですので、難を転がすということで、いい方向に導く。そしてあとハート型のイノメというんですけどね、ハート型がイノメというんですけど、もう奈良時代から神社仏閣に、災いを避けて、幸せを導くという、そういうので使われてますので、そうで今回特別にまた発売されるということで、御朱印1000円でね、稲下神社で発売されるそうです。またこれから稲下神社の境内はイチョウが本当に黄色く綺麗に染まってくるんですね。ぜひいらした際にはということでご紹介させていただきました。神主さんありがとうございます。はい、ももみさんありがとうございます。今回それこそ松崎町に、ね、いらしていただいたんですよね。はい、そうなんですよ。それこそ先月出させていただいたビタミンラジオ、たいちゃんのビタミンラジオで松崎町コーナーっていうのを見ていて、蝶々、アサギマダリっていうね、渡り蝶々が10月は松崎に来るよっていうのを聞いて、いや、私蝶々に会いに行きたいっていうふうに思って、ちょっと日程を開けたら、ちょうどたえちゃんのその大田のコンサートの日程の日で開けられたんですよね。カネさん声入ってます。すいません。大丈夫です。もうそれなのでコンサートもね、参加させていただいて、そして、ね、ありがとうございます。平日の日中にあれだけ本当、満員御礼みたいな感じで、そうですね、そう、松崎ちゃんの歌おうコンサートっていうね、本当に、ほとんどっていうか前半はね、全部松崎ちゃんの歌だけどね、コンサートね。そう、ね、うん、おかげで松崎の歌をなんとなく覚えました。もう歌えるようになるんじゃないかっていう感じぐらいですよね。そうなんですよ。いや、今日ですね、松崎町の、歌はまた後ほどね流したいと思いますけれども、アサギマダラが飛んできたよ、飛んできてるので、今ちょっとその動画をねまた一緒に見ていきたいと思います。はい、それではちょっとお待ちくださいね。あ、ちょっと待って。またやってしまった。ちょっとお待ちください。ちょうどですね、ともみんさん、どこの場所を見ていただきましたか？見に行ったときは。あれです。ナマコ壁の。あ、ナマコ壁のとこ。今からね、お見せするのは、岩科十分小学校の向かい。のところにあるアサギマダラの、状況ですね。それではご覧いただきます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、岩科十分小学校の前にあるこう藤仲間が咲いてるところに来たんですけれども、前回竹彦先生にはまだ咲いていない時、アサギマダラと藤バカのね、お話をいただいたんですけど、今日はね、咲きましたので、そして蝶々も来ているそうですね。はい。ありがとうございます。ちょっとお話いただけますか？はい、例年よりちょっと遅かったんですけども、はい、たくさん、来ています。今ですね、ちょっと止まっている状態、花にですね、はい、花の蜜を吸っている状態で、はい、あまり飛んでないように見えますけども、これから飛んでるところをね、お見せしますので、はい、じゃあ行ってきますね。はい。行けるかな。飛んだ？飛んでる？飛んだ。飛びました。飛びました。飛んでくる。
あ、どん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 、すごいたくさんいますね。ボロボロやった。すごい。この蝶々、ってかここの今の香りが、すごいこう甘い香りはしてるんですけど、これに誘われてくるんですか？まあ、そうですね。この茎と葉っぱもですね、匂い袋なんかにも、乾燥させて、材料として使われているそうです。ね、花からもですから香りがたくさん出てますね、うんうん。はい。この藤ヶ浜の場所っていうのが、今ここ、岩品小学校のところに来てますけれども、他にも今やってるところ。はい。町中にですね、ナマコ壁通りというところがありますけど、そこにも、そこはもう2年前からやってると、うん、ここは今年初めて、はい、藤ヶ浜も植えました。はい。はい、この蝶々たちは松崎町にはいつまで去年ですとね、11月の、うん、そうですね、下旬頃まで、はい、数は少なくなるんですけどね、うん、来ていました。はい。そうなんですね。ぜひ、松崎町の各地で今見ることができますので、松崎町にいらしてください。先生、ありがとうございました。はい、どうも。はい、今ね、シェアを、していただきましたけれども、よし、これでいけるかな。はい、ありがとうございました。ともみんさんも、こう見ました。大ちゃん、大ちゃんの可愛かったわーって走る。あれ竹彦先生もやられるんですよ、これ。そうなんだ、そうなんだ。で今回、地域の、幼稚園児の子たちも月曜日に走るって言ってたから、今日走ってるはずですよね。はい。月曜日だもんね。それでも、何回も聞いたと思われます。松崎町の歌をね、ちょっと流していきたいと思うんですけど、実は今回、長八美術館っていう場所、行かれました、うん、稲下神社の隣なんですけど、そこで、うん、昔行ったことがあるんだよね。あ、そうですか、うんうん。プロジェクションマッピングが行われたんですよ。ナマコ壁じゃなくて、長八美術館っていう場所の壁に、絵を流しながら、で、ちょっと私も歌わせてもらっているのが流れてるので、うん、ちょっとご紹介したいと思います。で佐藤和彦さんがね、撮影したものになります。これか、これで、ね、行ってみたいと思います。どうぞ。耳を澄ませば聞こえる自然の歌が、マジあれ今流れてる。私の松崎、素敵な松崎。海へ続く桜。
はい、これ消す。はい、ありがとうございました。ということで、ああやってね、プロジェクションマッピングが流れました。ね、また来年ももしかしたらやるかもしれないので、その時にはね、またお知らせしたいと思いますけれども。ね、ということで、森さんコーナーということで、森さんいらしていただきました。ありがとうございます、森さん。森さん、こんばんは。今日はちょっと化粧してないもんですから、不細工ですけど、ご容赦ください。そう、いつもね、色男ですよ、本当に。ありがとうございます。今回、今、長八美術館っていうところで、やってたんですけど、長八美術館ってどんなものが飾ってあるかとか、なんで長八美術館があるのかっていう話もね、ちょっと森さんにお話しいただきたいと思ってます。はい。今ね、長八美術館の正面でプロジェクションマッピングやりましたけれども、この長八美術館の長八さんというのは何ぞやということですね。うん、これ松崎町出身の左官屋さんなんです。うん、入江長八と申しましてね、子供の時からも左官屋さんの弟子に入って、19歳で江戸へ出て、狩野派の絵を勉強して、それを左官が使う漆喰をね、取り入れて、漆喰固定という独特な技法で絵を描くことを考案した方なんですね。まあ、西洋のフレスコ画と似てるんですけれども、それを左官技術の特化したもので、ありましてね、その作品が素晴らしいのがたくさんあるんですね。でそれを長八美術館へ一堂に集めた左官漆喰漆喰の殿堂になっております。美術館も白漆喰だったんですけど、全部漆喰でやってありまして、全国から日本一のチャンピオンがここへ来て漆喰で仕上げた美術館になってますね。まあ、ざっと言いますとこんなところです、ね。はい、それこそ桜田ファミリア の、うん、今監督されている、外尾悦郎さんですね。はい、方もこの美術館の前へ来て4ヶ月彫刻をやってここに残してありますね。世界の後藤栄一郎さんです。そうなんですよ、ね、松崎と縁があるんですよ、うん、そうなんです、はい、でそこでね、長八さんの、長八さんというのは全国の酒屋さんの神さんとして祀られてますから、うん、まあ酒屋さんですと長八さんというのは必ず知ってるわけですけれども、さあそこで、松崎ではやっぱり一番の財産というとやっぱりこの長八さんの漆喰固定ということになるんですかね、うん、でそのナマコ壁もたくさんあるわけですけれども、うん、歌がありましてね、昭和26年にもう作った長八幸太っていうのがあるんですよ、うんうん、でこれはまだ皆さんにあんまり馴染みはないんですけども、僕は個人的に大好きでずっと温めてました。今日はね初披露しようかと思いますので一番だけね、ちょっとしか、いやぜひちょっと立ってやってほしいなと思って、はい、それでは歌いますからね。チャラランチャラランチャチャン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 浜の松風、明治の夜月。それ分けて、大駒の懐かしや。芸が命を、つい諦めて、捨てた悲しい。恋心もチャララ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 ン、チャチャチャンチャン、チャララン、チャン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 、チャララン、チャン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 、チャララララララって4番まであるんですけど、コテですからね、コテコテ。こうやって今やられたのは、固定、ね、すごいですよね。すごい。そしてお上手。ね、森さんも上手でした、すごく。歌が上手いんですよ。どっちもです。いいです。ツヤツヤしてた。五穀豊穣を祈って、感謝して、願いが叶いますようにっていう、結び方で結んでいただいて、でここにもうお米のね、があるんですけれども、
今度11月の、2、3にはそれこそ五穀豊穣祈って秋祭りがね、そうです、あるってことなんですよね。久しぶりに4年ぶりにね、町内一色あの秋祭りになります。サンバ奏とか太鼓台とかね、たくさん賑わいますけれども、その中でね、ある地区に、この松崎の地区に相撲甚句が伝わってるんですね。で、ちょうどこの稲穂がありますから、まず最初にこの感謝の気持ちを込めて、こういう替え歌があるんですね。聞いてください。はー、そろったよ、そろたな、ほい、ほいと。踊り子が、そろたな。ああ、どすこい、どすこい。稲のよえ、でほより、ほい、ほい。これは山椒よく、そろたな。ああ、どすこい、どすこいと。これがずっといろんな替え歌があるわけですけど、一番最初ね、みんなが揃ったよと、稲の出穂よりもみんなが大勢揃ったよっていう替え歌ですね。めでたい歌です。ありがとうございます。はい、これを以上、あのね、続編を聞きたい方は、2日、3日に来ると、あちこちで聞かれますから、ご期待くださいます。松崎町、お祭りがすごい。すごいね。この前、笛を吹いていただいたんですよ。ちょっとあの、ね、笛もやりますけれども、ま、太鼓は叩くわけにいかないもんですから。そう、はい、でもこの松崎でお踊る太鼓があったり、もう、まあ、お太鼓と小太鼓と笛とみんなやってるんですもんね。そうですね、はい、もう小さい時からやってる。もう小さい時からやってますね。まあ、みんな本当あの祭りはバカになっちゃいますから、祭りはね、見てるよりも参加する方がやっぱり楽しいわけですね。いやー、すごい素晴らしい作品をありがとうございました。とんでもないです。どうも大変、いつもいつも失礼いたします。ありがとうございます。ということでですね、森さんからのリクエストで里の秋もっていうことだったので、今日やっぱ秋だから秋の歌も歌ってほしいということで、ちょっと一曲里の秋挟みたいと思います。はい、今日はなんか歌って喋って歌って喋ってみたいになってますけど、ね、楽しいですね。お祭りみたいじゃない、それこそ。確かにお祭りみたい、うん、そうですね。じゃあ里の秋を準備していきたいと思います。で、もし森さん歌えるようだったら一緒に歌ってもらって、バックの方でバックの方で、はい、一緒に歌っていただけたらなと思います。それではお聴きください。
もね、やっていただきました。すごすぎますね。森さん本当にすごいんです。あの役場のね、あの 役っていうか役場でね働いていらっしゃった方なんですけれども、うん、この松崎ちゃんのこと知らないことないぐらい、そしてとてもね町民の皆さんに愛されている。そうですよね。うん、もうあそこでカラスが出てきて、犬が出てきて。ねえ。おじさんさすがですよね。もうさすがださすがだって言ってね、コメントいただいてます。でね、残りね、あの10分ぐらいになってきたんですけど、うん、あのちょうどこの先ほどお見せしたプロジェクションマッピングと同時期に街の明かりというイベントが街中でね、うん、されていたんですけども、この会場のあの提供いただいている稲下神社さんもすごく綺麗な明かりに照らされたんですよ。ちょっとねその様子のね写真なんですけれども、佐藤和彦さんのねお写真でご紹介したいと思います。こっちか、じゃじゃーん、映ったかな、映りました、映った。そう、これはですね、あの町の子供たちが書いた灯籠を飾ってもあるんですけど、ここからね、上に上がっていくと、こんな感じでね。こんな風にですね、傘がいっぱい飾られて、飾ってたんですよね。あ、街の明かり、トーミンさんも見られましたか？そう、私が行かせていただいたときは、やっぱ傘が置いてあったりとかね。ああ、そうでしたか。ただ、点灯してるところは見てないんですよ。あ、その前に帰ってきたので。なるほど、なるほど。そうなんですよね。昼間、そうか、夜ね、こう、開催されてたんですね。こんな感じでね、開催されてました。ねえ、すごいね。綺麗だよね。これはね、昨日までだったんですけども。なるほど。そうなんですよ。でも、まだ、今度、町中がですね、花飾りって言って、日中、花、農具とかに、こう、お花を生けてあったりとかして、かかしがあったりとか、こう、中瀬亭っていう場所では、こう、生け花がね、飾ってあったりとか、いろいろな場所でお花がね、見ることができますね。こんな感じでですね、こう、ナマコ壁通りもライトアップもね、されていて、これはちょっと稲下神社ではないんですけど、こう、町の、旧家というか、古民家をライトアップね。こんな感じで。これが伊豆分店の中ですね。すごい。こんな感じでね、飾ってありました。ということで、今回、トーミンさんは上の方に上がられたんですよね。はい、特別拝殿の。そうなんですよ。はい。稲下神社の本当拝殿のところまで上がらせていただいて。はい。そう、いかがでしたか？なんかね、やっぱ拝殿のところが、もう、何？石でできた階段？と、ちょっとした、なんていう、石垣みたいな感じで？はい。なっていて、わ、すごいなっていうふうに思ったんですけど、もうね、やっぱり拝殿上がらせていただいたときは、とにかく、もう、静かって感じ。静けさっていうか、空気感が違いますよね。空気感がもう全然違くて、本当に、なんか、クリアって言えばいいのか、ピュアって言えばいいのか、なんかそういう感じで、なかなかちょっとない空間っていうか、
うん、うん、なんかある意味ちょっと本当に静かで、なんていうかな、エネルギーの動きとかもなんかそこではこうシーンとこう静まってる、うん、ような感覚で、なかなかちょっと味わえないその感覚だったなっていうふうに思いますね。うん、ちょっとね、その拝殿の手前なんですけど、うん、今回、奉納の舞で、浦安の舞をしていただいた方がいらっしゃるんですね。はい、平和を祈る心の舞ということで、一部分ちょっとご紹介したいと思います。稲下チャンネルでね、全部見たい方は稲下チャンネルをね、見ていただけたらと思います。それではご紹介いたします。ということで、トーミンさん、もう残り2分となりました。今日は本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。もうこんなね、松崎町、稲下神社からね、こうやって生放送で今配信をね、させていただきましたけれども、松崎町お好きだっていうことで。そうなんですよ。私、昔から松崎町が好きで、子供がいてね、今、高2と中1の子供がいるんです、はい、子
供たちちっちゃい頃って、はい、松崎とよく、はい、あの遊びに行ってたんですよ。あ、そうなんですね。うん。うん、それでやっぱり松崎のその雰囲気がすごく私大好きで。はい。あ、うん、そうだったんですね。どちら行かれてたんですか？うん、ね、あの、やっぱ海岸沿いのちょっと、あの、旅館っていうか、うん、そこにも泊まってたりして、うん、ちょっとその辺りで観光したりとか。あと、古い学校。あ、岩砂十分小学校、うん。十分岩砂小学校。うん。あと、長崎美術館に行ったりとか。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。結構ね、うん、松崎はね、好きで行かせていただいていたので、まあ、ご縁をいただけるのが嬉しいなって。あ、そうでしたか。あの、ぜひね、また松崎町にもね、いらしていただきたいなっていう。はい、遊びに行きます。松崎町で私もイベントをさせていただいてるんですけど、11月21日に稲島神社さんで心を高い会見のお昼の、1時30分から2時半まで、こちらオンラインでも、現地でも見ることができるような風になってます。で、またですね、大きいイベントとしては、12月に文化ホールっていう場所で、ニコのフーヤンさん、そしてエレクトーンのユミさん、そして尺八奏者の大友道山さんという方をゲストに招いてですね、コンサートを開催したいと思っています。ぜひね、松崎町いろいろ楽しいところも綺麗なところも、また私たちもいます、森さんも私もいます。遊びに行きます。会いに来てください、うん、ということで今日はここまでになります。トモミンさん、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。あの心歌で笑顔のわっかありがとうございました。またね、ありがとうございます。